はい、皆さんこんばんは、100円です。ということで今日もお菓子レビューやります。今日は皆さんにこいつを紹介します。ニュートリションバリー、ココアアーモンドバター。まあアメリカね、もう得意なんですわ、こういう健康なんかバーみたいなやつが、もうセクションが1個丸々あって、お店にで、そこにもいろんなの売ってるんですよ。こうアーモンドとピーナッツとなんかのこうグラネルバーみたいな。で、その中の一環として、まあこういうのも売ってて、このネイチャーバリーっていうのは結構有名なブランドなんですよね。こいつが出してるココアアーモンドバターっていう、まあ多分ココアとアーモンドをこう使ってなんかバター的なこう塗るやつを作って、それをこう間に挟んだ、もう太るための食べ物ですね。さあ、こいつのニュートリションファクト、皆さんと一緒に見ていきましょう。はい、さあ、ニュートリションファクトでございます。トータルファット10、これ1つで5人分ですね。カロリー190なんで900カロリーです。すごいですね。いやー、恐ろしい。トータルファット 16% ということで、 80% の脂肪分を一気に取れるということでございますわ。塩分も 30%、 すごいですね。こんな甘いのに塩分も入ってるんですね。いやー、恐ろしい。本当に体にいいのか分かんないですわ。怖い。あげましょう。怖いけども食べていきます。いざとなればこのコーラがありますから、コーラで流します。さあ、5個入ってるって言ってましたね。あ、5個入ってない。あれ、5個入ってるか。5個入ってます。入ってて、一個一個にこのチョコレートの写真がね、書いてありますよ。さあ、中を開けると1個の、まあ、ビスケットが入ってるということですね。これはもうカスが落ちてくるように柔らかい、ものすごい柔らかい赤子のような柔らかさのクラッカーに挟まれたのはアーモンドココアバター。いただきます。うん、硬い。外サクサク、中はアーモンドココアバターと言ってますけど、完璧にチョコレートの味しかしません。ちょっとしょっぱいです。甘じょっぱい感じがします。美味しいです。なんかグリコじゃないけど、これ食べたら 200m 走れるような気がします。うん、うん、これはうまいぞ。でもチョコレートビスケットとそんな変わんないですね。同じです。でもなんかネイチャーバリーって書いてあるから、寺門ジモンさんみたいななんかイメージが湧くけど、なんか分かんないか。ネイチャーバリーって書いてあるから、なんか体に良さそうですよね、入れ物もね。だけど実態はチョコレートが挟んであるビスケットです。だからこれは確実に太ると思います。これは200円で買ってきました。評価はそうですね、評価は6ぐらいですかね。辛口ですけど、まあ別にチョコレートビスケットって言ってくれればよかったような気がしますけど、でもちょっと美味しいんで、もう一回食べます。うん、癖になる味です。この後 200m 走ってきます。運動しないとやばいと思います、多分。まあでもネイチャーバリーね、他にも美味しい商品いっぱい出してるんですよ。で、興味があればアメリカ来たらね、一回食べてみたらいいと思いますよ。こういう健康的ななんかバーみたいなのいっぱい売ってますからね、アメリカに。あ、でも日本のやつの方が美味しいような気がしなくもないですけどね。こうなんかネイチャーの思い出かなんか思い出すとね、ありますね、ネイチャー。なんだっけな、ネイチャーあるわ。よくアメリカでね、高校の時にね、まあユタ州っていうところにいたんですけど、あの人たちはやっぱアウトドア好きなんですよ。デートでなんかキャンプファイヤーやりに行ったとか、デートでなんかちょっと
泊まりはしないんだけど、なんか外でこうバーベキュー的なのやって、ちょっと夜なんかみんなで火囲んで歌歌いましたとか、なんかそんなやつで、俺はまあ皆さんもご存知ですけど、アウトドアとは無縁の男ですから、一切そういうことやってなかったんですよ、若い時も。だけどそのユタでモテるためにはやっぱアウトドア派の男になる必要があるということで、まあ、アウトドアをね頑張ってねマスターしようとした思い出がありますね。結局うまくいかなかったんですよねだからやっぱり心から楽しんでやらないと伝わんないってことですよ。結局ゲームの実況もそうですよね。ゲームを心から楽しんでやってるとやっぱ見てる人にも伝わるけども、いやちょっと他のなんかね理由でゲームやったれ実況したれってやってるとバレるっていうね。で同じですよ、姉ちゃんも。結局女の子をこうネイチャー関係で落とすことは一切できませんでしたなんかネイチャー関係で言ってるとハゲの人が喋ってるみたいだけど、そういうわけじゃなくてね、ネイチャーは外の姉ちゃんです。ということでピースアウト。